存在のね迷う心再会の日来ると信じ悲しい縦に番組なんでね、そこがちょっと不安かと思うんですけど、要所要所のギャップを覚えてないと、車が進んで飛んじゃうっていうのがのモンスターマシンを求めていざ千葉くん大黒へ。Thank you.
ショーと迫力の走行、ザクカメラでどうぞ。マシンの持ち主といえばやっぱりあんたかい、スモーキー。イギリスのエムロードで300いつでもどこでもスモーキー、あなたのお望み通りに行っちゃいます。
右に下げず、後続車を大きく引き離し、トップ独走態勢だ。周りの方が止まっていきます。甘さも必死の奥のなかなか届かない。しかしその切れた走りに千葉君もやや緊張の声。小さいコーナーと上り勾配が続く峠セクションが、ここに入ってもトップスピードこそやや落ちたものの、そのアクセルの威力はまるでないらしい。ちょっと怖いっすよ。千葉君の投稿はまだまだ止まらない。次号はあのステージだ。
で時速300キロに到達。トップスピードは実に340キロオーバー。そんな矢田部の名車を一足を先にストリート試乗。いたよいたよ、やっぱりここだよ。ステージはストリートにあることを絶対に忘れないという。